ブガンダの旗ブガンダと2001年から2005年の件、ブガンダは、ブガンダ中南部の歴史的地域。ブガンダは、ガンダ族の国を意味する。ブガンダ王国は、元は、ブニョロイコールキタラ帝国の従属国の一つであったが、次第に自立し、17世紀頃から、増下交易などで新調して、ブニョロをしのぎ、19世紀末頃のムアンガ2世の時代には、 イギリスの助けや、セメイ・カクングルの活躍などにより、ブニョロに代わって、ウガンダのバントゥー系の創始的立場となり、カクングルらにより、北部のナイル系所属も征服された。南のビクトリア湖西岸のベド地方や1894年4月には、ブニョロ領の北部ムベンデ地方や、東部のブゲレレなどを併合して、最大領域となり、6月のウガンダ保護領、成立時には、東は、 抗議の白、ナイルを挟みブソが、北に、清ガ港を挟みランゴ地方、北西に、ブニョロ、トロ王国、西に、アンコーレ王国、南は、漁水でタンザニアと接するようになった。ウガンダはもともとブガンダのスワヒリ5名であるが、ウガンダ獲得による、奴隷制の廃止を名目として掲げた、イギリスの意向もあり、保護領全体の名前にされた。ムベンデ地方の西部は、 ウガンダ独立後に、住民投票により、ブニョロに返還され、ムテサ2世とミルトンオボテの対立の要因の一つとなった。保護領成立とともに、王の権限が縮小され1897年7月には、ムワンガはカトリック派のガブリエルキントゥとブル地方で反乱を起こした。これにより、ムワンガが敗され、8歳のダウディチュワ2世が王に立てられた。 1911年のガンダの戦士ダウディチュア2世の後を継いだムテサ2世はウガンダ独立後に儀礼的な初代大統領となったがおぼての不正を追求したことなどによりイディアミン参謀総長に面合の王宮を襲撃されイギリスに逃れてロンドンで隠しした。ウガンダは他の王国と共に王政を廃止されたが1993年に 文化的指導者としての復活が認められた。ありがとうございます。